教会税は、公に認められた法人たるキリスト教の教会が、国家の承認により、教会の経費を賄うために、教会員に対して、一律に課する税金。現代においては、アイスランド、オーストリア、スイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フィンランドなどの諸国がこうした制度を放置している。ドイツにおいては、18.19世紀に、教会財産が、 世俗権力に没収されたり、領主の教会に対する関係が消滅したりしたことで、教会財産ないし領主に頼って維持されてきた、教会は存続のための新たな方策を模索した。カトリック教会はコンコルダートにより、ドイツ福音主義教会は国の強制力と共同し、教会ンたる住民すべてに税を課すこととなった。ドイツでは、カトリック教会、福音主義、 復古カトリック教会信徒、ユダヤ教徒であると登録したドイツ市民は、所得税の8%から9%にあたる、教会税を課されている。2008年12月に、ドイツキリスト教民主同盟と自由民主党の議員らがクリスマスイブのミサは、教会税を納めている人のみに三列を認めるべきと発言して論議を呼んだ。背景には、教会税を避けるために、 教会を離脱したと税務事務所に申告する者が相次いでいる問題がある。2012年9月20日にローマ教皇庁の承認の下ドイツカトリック司教協議会は教会税を納入しない信徒は非籍を受けられず教会の諸活動に参加できないという指令、私牧書館を発表した。ドイツのカトリック教会において教会税収入は50億ユーロに上る。なお、 プロテスタントであるが教会税制,制度を利用せず、その信徒も教会税を収めることもないバーデン福音、ルター派教会のような例外もある。ありがとうございます。